ウッドデッキ Q&A、ウリン材でウッドデッキを作りたいのですが、どうですか？一級建築士のよっちゃんです。社長のカリアです。二人で疑問にお答えします。今回はウリン材についてお答えします。ウリン材は非常に硬くて重い木材で、アイアンウッドと呼ばれるぐらいに防虫性、耐水性に優れていますね。まあ、ですから桟橋や海岸線のウォークデッキ、そういうところで、随分使われています。木材にはポリフェノールが含まれているので、シロアリやフナキムシなど虫の害がないですね。抗菌作用が高くて腐りにくいので、防虫剤とかの腐剤処理が必要ありません。はい、僕の大好きなポリフェノールですね。毎晩ワインを欠かしませんので、ポリフェノールとってもいいと思います。でただこのポリフェノールなんですけれども、赤ワインの色素と同じような色素が雨にこう当たると材木から染み出てくるんですね。ですから下にコンクリートなんかがある場合は、ものすごく赤い樹液で、染みて、しまいますので、そこら辺ちょっと注意が必要です。使われていてよく知っている場所は横浜ベイサイドマリーナとか、あ、千葉のディズニーシーのウッドデッキがありますね。はい、ウリン材は使うときは公共事業で使うので、結構広い面積を使えますから、材料が、結構枯渇してきているようですね。ですから、成長が非常になんか遅い木だということなので、安定した供給が難しいということで、今金額が随分値上がりしているようです。ご視聴ありがとうございました。たくさんの施工事例がございますので、ガーデンリノベーションのサイトを PC は左上、スマホは右上のバナーをクリックしてご覧ください。ホームページのアドレスはこちらです。hastings-classic.com で検索してください。フリーダイヤル 0120-041-301。 お電話お待ちしております。